ビットコインが10万ドルを到達した際には、俺をアンフォローしてください。私はかねてよりビットコインが3月の時点から現時点まで天井打ちの構成を完成させており、ビットコインが現在米大統領選挙前の最終段階の上昇段階にいることをかねてより話してきています。そしてビットコイン、私は話している通り、年末よりリセッションが開始すると考えており、米大統領選挙前後でビットコインが下落を始めるということを確信している状態となっています。そこでですね、仮にビットコインが10万ドルに到達した際には、私と縁を切っていただきたいと思います。ビットコインがもし10万ドルに到達する時点で、私は相場に対して何も分かっていない証拠になるので、まあ、こんな動画を見てもね、皆さんのためにならないので、皆さん私とね、縁を切ることをね、お願いします。まあ、早速ね、動画の方入っていきたいと思います。まずね、短期的な分析、長期的な分析。そしてソラナ、日経平均、ゴールド、ドル円などについて話していきたいと思います。早速ビットコインを見ていきたいと思いますが、ビットコインが7万ドルを突破したことによって、バンテージが3回目以降の入金、24時間、明日の6時まで 100% の入金ボーナスオファーを現在行っています。通常3回目以降で 20% のところ、20% が即反映されてから、明日ぐらいにこちら残り 80% が後から振り込まれるみたいです。こちら現在、リセッションに向けて大きなショートポジションを構築していくために、資金を貯めていくとてもいい機会だと私は思っています。このボーナス24時間限定なので活用していくことを強く推奨します。はい。ビットコインですね、現在米大統領選挙前の最終段階の上昇段階にいます。そして7万3000ドル付近の高値の流動性借り取り付近まで上昇する可能性があることをカネントに話してきたと思います。そして現在のリキュデーションヒートマップを見ていきたいと思いますが、現在ですね、ビットコインこちら、約7万300ドル付近の約日本円にして約35億円分ほどのショートの流動性を借り取りました。そして次、注目していきたい価格帯としては7万2400ドル付近の流動性借り取りゾーン見ていきたい状態となってますね。7万2400ドル付近です。7万2400ドル付近を見ていきたいですが、まあ、ちょうどですね、5月や3月付近の高値付近、一度もビットコインこの5月以来この価格帯を挑戦していないことから、この7万2400ドルにショートが溜まっているわけなんですね。で、ここで流動性とは一体何なのかについて話していきたいと思いますが、流動性というのはですね、ビットコインがですね、3月の時点から、まあ、金というレンジを続けたことにより、まあ、ロングまたはショート、現在ではショートの方が溜まっている状態となっているんですよね。ロングね、ここ4万9000ドルの安値。誰もがビットコインがここまで到達することはないだろうと、今までビットコインに対して上目線だった投資家、トレーダーたちが、ここにストップロスを置いていたわけなんですね。そしてビットコインがこの流動性を借り取ったことから、ここの時点で私はビットコインが高値の流動性を借り取る可能性があることについて、かねてより話してきたと思います。そして当時はですね、私の考えについてね、まあ、ほとんどが理解できていなかった状態ですが、ビットコインが現在、そのシナリオ通りに現在動いている状態となっています。はい、こちらの X の投稿でも話しましたが、ビットコインが高値の流動性を借り取る可能性をより言及してきました。はい、そしてビットコインが現在こちらの高値を現在借り取ろうとしていますが、このショートのビットコインまたは他の銘柄がある一定の方向に動くためには、その逆方向にある流動性を借り取ってから下落していくんですね。で、ここでは価格がどのように動いていくのかっていうメカニズムを理解しないといけないわけなんですけど、そのストーン切りを、ストップロスを成り行きの注文でトリガーすることによって、このような、ね、大きな下落や大きな上昇、現在ですね、ビットコインが7ヶ月もレンジしていたことにより、このストップロスが借り取られているからこそこの上昇が生まれているわけであり、ビットコイン現在11月5日の米大統領選挙に向けて最終段階の上昇に入っていることを話してきていると思います。その最終段階の上昇に向けて、こちらの流動性を借り取っている状態ですが、米大統領選挙を終えてからビットコインがさらに上昇するであろうと、そう一般的に考えられていますが、相場というのは多くが思う逆の方向に動くというのが、それが特性であり、それが習性であるので、私話している通り、米大統領選挙に大きな下落が始まってくると思います。ので、今現在のビットコインの上昇、最終段階の上昇より今からビットコインのロングまたは購入するのであれば、私はお勧めしません。はい、とてもリスクが高いんで、ここでロングまたは現物を買っていくのはリスクが高すぎます。購入するのであればビットコインが、この辺りでたくさん購入する機会がありました。
ここで購入するのは明らかな感情的な理論であり、上昇しているという結果を見てからあなたの潜在意識がビットコインを購入したくなって、ビットコインバブルが確信すると誰しもが考えている状態だからこそ、ビットコインが上昇するように感じてしまうのですが、この相場心理の罠に気づかないといけないわけなんですね。はい。ので現在ビットコイン最終段階の上昇段階にいます。今からビットコインを購入することは私はお勧めしません。現時点の重要な価格帯としてはビットコインこちら7万900ドル付近のレジスタンスをブレイクしました。そしてさっき話した通り7万2400ドルあたり、そして7万4000ドルあたりも全然見られてきます。そしてこちらですね、高値の流動性借り取り、一時的にビットコインが史上最高値を更新してからその後すぐ下落してくるパターンも全然考えられます。はい。しかし私にビットコイン8万ドル以上での週足確定、こちらもしビットコインが8万ドル以上の週足確定を行うのであれば私の分析は間違いだと認めます。そしてもしビットコイン10万ドルなどね到達するのであれば、もうさっきも話した通りね、私ねもう分析者としてここにいる意味ないんで、はい、皆さんさようならです。はい、他の人見てください。まあそういうことにならないんでどうせ、はい、って感じでね、ビットコイン今の現時点で私だったらデイトレードしていきます。やるとしてもで今ロングとかは私は打ちません。私がショート打っていきたい価格帯としては7万5000ドル付近、7万5000ドル付近のあたりでショート打っていきたい。7万5000ドルや何なら7万2000、7万3000ドルに入ってくるんであれば、このあたりで私はショート少しずつ入れていきたいと思っています。はい。で、長期的な目線として相変わらずです。利下げが始まったことによってビットコインが最終的に下落していって、そして G2 入りされる未来は、こういうふうに私は考えてます。あとは時間の問題です。全ては時間が教えてくれます。私の分析が正しいかどうか、全ては時間が教えてくれるので、ただ私の相場の真理、そして相場の真実、私が知っているのであれば、ビットコインは、下落していくはずです。はい。続いて空の方を見ていきたいと思います。現在ですね、ビットコインドミナンスが上昇していることから、ビットコインに資金が流れている状態となって、待ってますが、このビットコインドミナンス、私ね、もう少しでね、頭打ちすると思ってます。頭打ち出ないかもしれないけど、一時的な頭打ち、短期的な頭打ちをすると思ってます。60% ほどを見ている状態ですが、ビットコインドミナンスとはどういうことかと言いますと、仮想通貨全体の資金のうち、ビットコインがそのうち何割を占めているのかっていうチャートなんですね。で、これが 60% というのはビットコイン、仮想通貨全体のうちの 60% 以上を占めているので、さすがにビットコインの割合が大きすぎる。そして今見ていっても分かる通り、連続的に上昇しており、週足でも変わりすぎず、70以上に今現在ビットコインがいる状態なので、もうしばらくビットコインがあと少し上昇、7万3000ドル付近まで上昇してから、その後私はビットコイン調整、レンジ見てます。その後下落見てますが、その間にレンジする中にアルトコインが上昇する可能性が高いと思ってます。で、その中ビットコインドミナンスが下落していないにかかわらず、まあ、ソラナ系がね、ものすごくね、強い。なんならイーサリアも現在アウトパフォームしてるんですけど、現在アルトコインに資金が循環する可能性が異常に高くなってます。ビットコインドミナンスを見てても。はい。で、ソラナですね、こちら。181ドル付近のレジスタンス現在で挑戦します。181ドルブレーキしたら次188、そしてこちら206ドル付近が見えてきます。そしてこちらね、サポート見ていってもね、直近のサポートをこう確認してるんで、今現在ね、強いね、上昇トレンドにいます。もしソラナが160ドルをブレーク割るのであれば、次20主要平均線で150ドル付近が見られてきますが、現在ね、力強い上昇トレンドを生成してます。週足で見ていってもダブルボトム、トリプルボトムを現在ね、作成してるんで、まあ、ソラナね、こちらの高値、なんならね、こちらの高値を目指してくる可能性があるので、今はビットコインではなく、まあ、ソラナ系のアルトコインに見ていくことに注視します。はい、ウィフとか、ミームコイン。ミームコインとソラナ系、そちらをね、皆さんね、注視していってください。そして次ね、私ね、はい、S&P500 見ていきたいと思ってます。動画はいつも見ていただいている方は分かると思いますが、私はリセッションがこれからスタートするということを確信している状態で、マクロ経済的、相場心理的、時間軸的、テクニカル分析的にそろそろ大きな反転、リセッションが今から始まってきます。今現在、最終段階の上昇にいます。米大統領選挙前後、米大統領選挙が終えた後にまた少し上昇していく可能性はありますが、ただ反転はものすごく近い状態になっている中、まあ、この中で私たちが今現在できる行動として一体何なのかと言いますと、今ロングするのは非常にリスクが高い。私であればショートを狙っていきます。リセッションに向けてスイングショート。長期的なショートを狙っていくことを私は見ていってます。誰もがリセッションを期待していないからこそリセッションがやってくるんですよ。これ全て相場心理、人間の心理です。誰もが気づけないから行動する。誰もが売りたくないから売る。誰もが買いたくないから買う。もう全て世の中の心理です。多くが
多くが正解だと思っていることは大抵間違いである。様々な例があります。はい。まあ、政治的な、ね、観点になるのでチャンネルがバンされるかもしれないので、私はこのチャンネルでは言いませんが、ただ私言ってきます。はい、これとかです。はい。ということで、ビットコインですね、ビットコイン S&P500 現在フィボナッチレトレースメント14の高値、14の安値を引いていって、その後の市場最高値を測ることができるメソッドなんですが、方法なんですが、現在5863ドルのレジスタンス、そしてその次6158、このあたり見てます。なんなら今現在月足レベルで重大な価格帯に現在ぶつかっているので、私は間違いなくここではロングはしません。なんならショート入れていきます。はい、もう損切り、もうスイングショートなんで、サイズは入れられないけど、少しずつ私スイングショート入れていきます。はい。S&P500 こちらショート入れていってください。こちらは短期的なトレードより私はスイング的なショートを狙っていくことをお勧めします。で、もし経験がある方は短期的なトレードしていってもいいと思います。そして仮想通貨にフォーカスしている方は、仮想通貨以外にもビットコインなど、仮想通貨ビットコイン以外にもドル円、ゴールド、S&P500 日経とか、こちらの銘柄もね、私はね、注目していくことをお勧めします。まあ、全て同じなんで、相場心理を理解することができるのであれば、ビットコインが今動いているけど動いていない時にこそアドバンテージ取っていきたいんで。で、ドル円見ていきたいと思うんですけど、ドル円は私こちら天井打ちしてると思ってます。こちらもね、ショート、近々大きく追加していくチャンスだと私は見てますね。155.17 直近の高値、こちら流動性借り取ってから私はね、ショート入れていきたいと思ってます。155.17、まあ、VIP トレードグループ。で、詳しくこちらのね、ポジションに関してね、説明していきたいと思います。VIP トレードグループで生のエントリー確認することができます。説明欄に参加する方法え書いてます。はい。ドル円ですね、こちらも上がりすぎてるんで、そろそろね、反転を私は見てますね。RSI の変わりすぎゾーン70ぐらいいるんで、なんならもうちょっとね、上がってるところを見ていきたい。そして直近の高値 155.3。これ一時的なスキャルピングトレードでも入れていけると思います。10万円から1億円の道もドル円でショート入れていきたいと思ってます。10万円から1億円の道知らない方、はい。説明欄に詳細書いてます。10万円っていう片手から誰でもが1億目指せるっていうね、そういったチャレンジです。ゴールド、完全にパラボリック状態。もう最終段階の上昇です。全てが最終段階の上昇にいます。今完全にお祭り騒ぎです。私何回も言いますよね。これ必ず大きな下落やってきます。誰もが今気づけていないからこそ必ず下落きます。もし現物を持っている方、今すぐ私は売却を、私だったらします。ビットコイン含めて。私言いましたからね。お前が、もう最終段階、これロングしている方も私見てますが、本当にリスク高いです、これは。もう短期的なギャンブル感覚でロングしない限り焼かれます。私は無理にこういうのはトレードしません。はい。もう、オーマイガーって感じですね、これは。もう完全にパラボリック状態、最終段階の上昇段階。またあと少し上昇する可能性あれば、2800、3000ドル、3000ドル付近まで上昇していくのであれば、売りです。週足見ていってください。RSI、70以上。もうそろそろ反転来ると私は見てます。RSI、こちら。ボリンジャーバンド、ゴールドがボリンジャーバンドはみ出るのであれば、ショートチャンスとして見ていってください。はい。まあ、そんな感じでね、相場にはたくさんのね、機会があります。そして皆さん、ファイヤーを目指していると思います。皆さん、時給、手取り20万、30万、40万、話にならないと思います、今の日本。日本は今現在、世界から見ても終わってます。私、今現在、海外いますが、日本は弱小国として皆さん、周りから見られてます。はい。そんな状態でいいんですか、皆さん。もっと愛国心持ってくださいよ。そのためには一人一人が強くならないといけないわけなんですね。筋トレするとか、自分に対して自己管理をするとか、規律を守るなど、すべてつながっているわけなんで、筋トレをすることはとても重要、トレードとつながっています。はい、皆さんファイヤーを目指していきたい方、今簡単にお金を儲ける方法、トレードしかありません。誰もが手っ取り早くお金を儲ける方法、仮想通貨のトレードしかないわけなんですね。だからこそ皆さんこのチャンネルを見てると思います。そしてファイヤーを目指していると思います。はい、皆さん楽しみにしててください。これからマインド発信していきます。最も重要なのはマインド、手法ではなくマインド。そのマインドセットがあるかどうかについて、フィットネスゴールや、ファイヤーをするゴールや、将来の目標、何歳でも構いません。60歳、問題ない。70歳、問題ない。40歳、問題ない。30歳、20歳、問題ない。どの年でもそうです。私が20歳で億万長者になったように、私が皆さん、はい、どうやってやったか、どういう考えを持つべきなのか話していきたいと思います。